あ、お店が開きましたね。ちょっと寄ってみましょうか。そうです、8月15日の夜にここ来たのと同じですけど、駅付き。なんかその時よりはまた時間が時間なんで大してあれですけれども、今日はですね、土日に開催、違う、あなたスケッチ毎週恒例カレーの日、特にめぼしいイベントは土日に開催されるアイドルマルシェ&新料、あ、違う、新料金じゃない、新米米の息吹試食会、米の息吹試食即売会、駅付きスタッフ直伝、今週のこれだけは言った、あ、違う、言いたいか、今週のこれだけは言いたい、桶屋町さんで作られた金の息吹、どんなものか分かってくやくやで、違う、ワクワクやでっていうのが書いてますか。そう、なんか8月はこの辺になんかトラクターみたいなのか、あ、キャンピングカーの改造したやつとかありましたよね。今回は1貫から注文可能、よくちょっと、すごい、仙台牛炙り肉寿司、いいな、本当グルメツアーやってみたいんだよ。ニセコはやりたいと思う。次、あのニセコはあのニセコからスタートしてクッチャン行って、なんか小樽で締めるみたいな、それはやりたいんですよ。石巻直送の牡蠣とかいいですよね。この炙り肉寿司、仙台牛の炙り肉寿司とかもいいし、肉豆腐なんか千、いいな。いいんだけど、そろそろ行かなくちゃいけない。もう行かないと、なんか仙台空港でゆっくりできないっていうか。だって空港ってやっぱり通り過ぎるよりはちょっと見てから行った方がいいじゃないですか。なんかフェリーターミナルとかも、まあこの間のあんまりちょっとあれで一周だったからすぐ終わっちゃったんですけれども、そうじゃないところ、新千歳なんか特に3時間ぐらい入って、なんか午前中は空港を見て、そこから飛行機乗って成田行って成田見るかみたいな、そういうのでもいいと思うんですよ。羽田でもいいですけどね、関空でもいいですけど、中部でもいいんですけれども。それからトント、馬だれ揚げとか、なんかすごいこの辺はもう宮城っぽいですよね。アガライン日替わり定食、トントロ馬揚げだれでしょ。それから金華サバ定食、牛タン定食、カキフライ定食もいかにも宮城って感じでいいですよね。これでなんか1万円使っても欲しくない人間だったら、まあ全部というふうに、とりあえず全部くださいみたいな感じでやりたいですけれども、何でしたっけ、よく例えで使われるのが、アラブの石油王の御曹司がとりあえず買い物に行きまして、とりあえず何買ったらいいか分かんないから、なんかお店でね、お店で買い物して何買ったらいいか分かんないから、あのこう従者の人を連れてって、それ でお店の人にこれ全部くださいって、お店のもの全部くださいって、そういうネタがありますけれども、まあやってみたいですよね。まあそこまで儲けてみたいですけれども、まだまだ YouTuber としては、まずはお金が一銭もまだ発生してないというところから、そこから始まってるので、まあそこはやっぱり頑張りたいなと思います。まあとりあえずなんか、まあ毎日やってれば、なんかダメな時もあるだろうけれども、うまくいかない時もあるだろうけれども、まあ少なくともどうやったら上がっていくかというのはだんだんコツが分かってきたっていうし、例えばこの間の本当になんで上がってるか分かんないっていう、ああいう仙台会もあるけれども、そういうのもまあやっていくし、ああこういうことかなっていうのは分かってくるんだろうなと思ってるんで、だからなんていうかな、なんかいろいろ考えていいものを作るよりも、なんかとりあえず上げてちょっとずつ直していこうっていう風に、直していこうとか、いろいろこういう風にあれこれやってみて、それで改良を加えていった方がいいなっていうのと、なんか分かってきました。だから最初はいろいろなんか言われるかもしれないし、自分でもなんか、いやそうじゃないんだよなっていうのは結構いっぱいあるんですけれども、でもなんかとにかくとりあえず、まあ捨て駒でもいいから毎日上げていこうというふうに淡々と上げてって、それで、やっていくうちになんか、あ、こうかなっていうのはなんか分かっ、ちょっとずつ分かってくる。まだまだですけどね、まあそんな感じで、まあ続けていこうかなとは思ってます。とにかくなんか今だと、今の概要欄にも書いてるんですけれども、そう、私もともと京都行きたくて、で、まあ、この年でまだ独身だから、どうせだったら、まあ、誰にも反対されるわけでもないから、で、まあ、本当に迷惑かけるわけでもないから、そんなにね、そんなに迷惑かけるわけでもないから、とりあえずお金をが自動的に発生するシステム、 YouTube とかブログとかだったらば、時間かけなくてもとりあえず最初に手間かけとけば後からお金が入ってくる、うまくいけばそういう風になるので、そういうシステムだけ作ってしまおうというふうに、それでやってる感じもあるんですよ。だから YouTube がとりあえず手っ取り早くなんか上げて、なんかみんな見てくれるから今最初やってるという感じで、でそっから、お金を貯めてって、
で、うん、だからこのペースでやれば大丈夫だなと思ったら京都引っ越そうと。で、まあ引っ越すのは別にあの受験する時期じゃなくても引っ越して何年間やっても別にいいので、まあ、とりあえず今、まあ、あと年齢的なもんかな、50過ぎたら結構きつくなるなと思ってるんですけど、まあ学問に年齢は関係ないですし、何か言われても別に、まあ、はいはいっていうふうに横に受け流せばいいだけなんで、とりあえず私は好きに勉強させてもらって、そんな周囲の反対によって勉強があれされるなんていうのはアホらしい話で、無視してやったらいいだけじゃんっていう、ただそれだけですから、あの人の目を気にするほどバカらしいことはないっていう感じですね。いや YouTube だって別にあの人目が気になりませんかって言われることありますけど、全然気にならないですよ。だってそんな一瞬すれ違うだけで何気使ってんだって感じですからね。どうせこいつらって言ったら悪いです、この人たちと一生会う気はないんですし、まあ後から見かけるかもしれないけれども別にって感じですね。まあ、ということで今回もここが見納めになるかな、東西自由通路。近代的な仙台としては私ここが一番、どうかな、個人的にはこういうこのストリートが一番好きかもしれない。このストリートで2番目が本丸御殿を模したあの吹き抜けかな、じゃないかな、仙台ではね、仙台ではここだと思います。なんか屋根がついてるこういう広々とした空間が私は好きなのかもしれないですけれども、でしかも今日本当に天気がいいのですごく青空がこうなんていうかな、天井の色に映えるというか、やっぱり青は見ていて気持ちいい色ですよね。なんかすごいグダグダしてしまったんですけども、12時なので空港に行きましょう。あと2時間で飛行機が出てしまいます。そして仙台駅のなんていうんですか、こう吹き抜けというふうに勝手に呼んでるんですけども、例の吹き抜けの広場にやってまいりまして、相変わらずやっぱり威厳があっていいなと思います。そしてですね、もう時刻は12時を過ぎてしまいまして、そろそろあれかなとは思うんですが、買いました、仙台から仙台空港650円、仙台空港線ですけれども、なのでもういよいよ仙台空港の方に行くことになりまして、これですね、仙台空港アクセス線ということで、名取から分岐して仙台空港に行くという感じですけれども、12時07分かその次が12時25分の快速かという感じで、これに乗ると仙台空港に着きます。大体、約普通列車で25分で着くということなので、今乗っちゃえば早いかな、2分後か、まあ、乗り遅れても快速乗ればいいかな、もう駅の中に入って、改札の中入っちゃいましょう。まあ、とにかく3番線か4番線のところで立ってたら何かあるでしょうという感じ。それからそうだ、あと3、4番に登るのはどこだねっていうのがあるんですけれども、あ、これかこれか、これですね、あ、下降りるんか、あ、そうだよね、ここ2階で1階だから、そろそろ出発するんですけれども、よいしょ、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。また概要欄より太郎の雑学カフェにも飛べますので、そちらもぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。